すみません、遅れました。あいよ、早く座れ。はーい。こいつ怪しいな。先生、落書き消してもいいですか？ああ。悪いけど、手伝ってくれるか？うん。うわ、何あの落書き、ウケるんだけど。早く座れ。懲戒始めるぞ。さあ、どうなるのかな、こっから。こっから犯人探しですよね。いい加減落書きしたのを認めたらどうなの？瀬名くんは違うって言ってるだろ。じゃあ誰が書いたのか教えてくれよ、夕霧くん。ああ、明日までに見つけ出してやるよ。そう、楽しみにしとくわ。無茶だよ。何が？31人もいるクラスの中から落書きをした人を見つけるなんて分かりっこない。もしかしたら団体かもしれないしね。大丈夫だから、俺を信じてろ。それで瀬名くん、今日の出来事を詳しく教えてくれ。うん、わかった。昨日の夜に電話が来て、今日の7時51分ちょうどに教室に来いって言われたんだ。それでいつもより早く学校に来て。あ、やっぱ朝だったのね。電話？相手は？わからない。機械の音声だったから。それで少しでも遅れたら処罰するって言われて。機械？機械の文字？だから言う通りに言ったんだ。時間通りにか？うん。それが少し早く着いて。あ、そうだ。そういえば教室に入ろうとしたら、よくわからない男の声が聞こえたんだ。男の声。すごい叫び声で、男子トイレの方から聞こえたから、気になって行ってみたんだ。男子トイレから聞こえたのは本当か？うん。気配も感じたし。気配？いじめられてからすごい気配に敏感になって、なんとなくそこに誰かがいると、誰かがいるとかがわかるんだ。すげえな、いじめの効果。で、結局時間がギリギリになっているのに気がついて、教室に戻ったんだ。そしたら、夕霧くんの机に落書きがあって、それで上原が入ってきたってわけだな。うん。ちなみにトイレの中には誰かいたのか？見てはいないけど、個室に誰かはいたはずだよ。なるほどな。メモ帳が更新された。となれば、まずは上原に話を聞くか。行こう、瀬名くん。いや、僕と一緒にいるのは。いいから行くぞ。無理やりね。嫌いじゃないよ。上原くんに話を聞きに行く。誰だっけ、上原くん。これか？上原、少しいいか？なんだ、ヒカル。もしかして探偵でもしてるのか？まあ、そんなところだ。それで上原、今日の出来事を詳しく教えてくれないか？今日？朝練があるときは荷物を教室に置くルールがあるから、まず7時14分ぐらいに教室に行ったよ。確か、上原が朝練組の中で一番最後に教室を出たんだよな。ああ、たまたま寝坊してな。で、今日は雨が降ってたから、体育館シューズを持って行って、そして室内練習を終えて、いつも通りの7時52分に教室に戻ったかな。いつも同じ時間なのか？ああ、野球部の顧問がすごい気象面でさ、いつも野球部が同じ時間にどの部活よりも早く終わるよ。なるほど。なるほど。
それともう一つ質問なんだが、みんなの来た時間とかって覚えているか？悪いけど、瀬名と話していて覚えてないんだ。でもそういえば珍しく今日は、マハラさんが来るのが早かった。遅かったな。朝原さん。ああ、いつも俺が教室に帰るときにはいるのに、今日は俺より後に来てたな。なるほど。ありがとう。助かった。そうよ。そうか、こいつは別に悪いやつじゃないんだな。何か分かったの？ああ、とりあえず次に、朝原さんに話を聞きに行こう。朝原って誰だろう。あの朝一緒に来た女の子かな。この子かな。違う。違う。どれ？あ、ここか。朝原さん、いきなりで申し訳ないんだけど、少しいいかな。ん？いいけど、何かしら。まず一つ目に、朝原さんはいつも何時ぐらいに学校に来てるの？登校時間？だいたいいつも朝練組が戻ってくる3分から5分前には着いてるわよ。なるほど。で、二つ目に、もしかして今日の朝、自宅に朝原さん宛ての電話とかって来なかった？え？なんでわかったの？それって何時くらい？7時20分ぐらいだったと思うけど、なんか男かも女かもわからないような鼻の詰まったような声だったわ。電話の内容は？学校の図書館の司書の人とか言ってたな。なんか本についてのアンケートとかでしつこく話されたわよ。なるほど、足止め。なるほど、そっか、ありがとう。すごい巧妙にさ、なんかやってんな、計画立てて。だいたい分かってきたな。え？よし、じゃあ次の放課に瀬名くんは職員室に聞き込みに行ってくれ。え？俺はクラスのみんなに聞き込みをするから。職員室に行って何を聞けばいいの？卓球部と野球部の顧問に今朝の朝練の練習中に抜け出したりした人がいるかどうか聞いてくれ。どうして卓球部と野球部だけ？卓球部と野球部はクラスで一人ずつしかいないから、念のため顧問に聞いた方が確実性があるからな。よろしく頼む。うん。いいよ、なんかこの感じいいよ。手を組んで一緒に謎を解いていく感じいいよ。さて職員室か。やだな、さすがに先生に聞きに行くのは緊張する。でも夕霧くんは僕なんかのために頑張ってくれているんだ。僕も頑張らないと。頑張ろう。よし行くぞ。教室へ行く。セーブしとこう。いや、このなんか会話帳にさ物語が進んでいくのもまたなんかプレイする側としてはやりやすいんだよね。こっちじゃない気がする。ごめんなさい。どっちでしょう。職員室は1階？こっちじゃない気がする。ごめんなさい。こっちか。こっちじゃない。どこ？職員室。はい、すいません。こっちでしょうか？これか？来た。そういえば、先生の顔知らないや。プリンター機の前にいる人に聞いてみるか。事務員に声をかける。事務員なんだ。タンクトップ着てるけど。すみません。はい。卓球部と野球部の顧問の先生ってどこにいますか？篠崎先生と木野原先生ね。ハゲている人が篠ハゲてる人って言うなはっきり言いすぎだわお前。篠崎先生で赤い服を着ている人は木野原先生。了解。ありがとうございます。ハゲてる人ってそこ繰り返すんだ。しかも。すみません。あ？
今朝の野球部の朝練で練習中に抜け出している人っていましたか？なんでそんなことが知りたいんだ。いや、そのみんな部活真面目にやってるのかなって。まあみんな真面目だから朝練中に抜け出すやつはいなかったぞ。そうですか、ありがとうございました。了解了解。じゃあ赤い服を着ているのはこの人かな。すみません。おい。今朝の卓球部の朝練で練習中に抜け出している人っていましたか？みんなちゃんと練習に参加していたよ。それがどうかしたのかい？いや、その僕も部活に入ろうかなって。おお、卓球部ようこそ。あ、いえ、卓球部には入りません。悲しいじゃん、かわいそうじゃん、それ。めっちゃウケんな、傷つけたぞ今。よし、戻るか。教室へ戻る。了解です。ちょっとセーブしておこうかな。かからのこっち。そういえばさ、男子トイレって見られるのかな。あ、見られないんだ。教室に戻るしかないですね。ヒカルくんに報告するか。ヒカルのところへ行く。ヒカルくん、おかえり。どうだった？どっちも抜け出した人はいなかったよ。そうか。夕霧くんはどうだった？まず朝練組に聞いたら、落書きは朝最初に荷物を置きに来た時はなかったらしい。あとはみんなの所属している部活、学校へ来た時刻、そして誰と一緒に来たか、紙にこれらをまとめておいた。すげえ。ちなみに朝練でバスケ部の大原玲奈さんが7時18分ぐらいに10分ぐらい抜け出していたそうだ。朝練バスケ部。朝練組の人たちが抜け出していたとか、学校に誰かと一緒に来たとかが何か関係してるの？極めて重要だ。すでにこれで犯人は2人に絞れてる。すげえ。さて仕上げだな。瀬名くん、悪いけど昼放課が始まったらすぐ美術室に行くぞ。どうして？早く行かないと、あいつが帰っちゃうからな。あいつ？じゃ、また後でな。美術室。よし、美術室行こうぜ。噛んでない。うん。どこ？美術室。また別の階なのかな、それともなんかこの階なのかな。こっちじゃない。じゃあ逆に下なのか。今度こっちじゃない、このフロアか。じゃあ、お、行けた。お、ぴったりだな。先輩に対してなんだその態度は。いいじゃねえか。ほんと中学入ってから堅苦しいな、ヒデは。あれ早川シュウだったっけ。シュウ、ヒデじゃなくてシュウだったっけ。どっちだったっけ。こいつも前作の光探偵事務所の方でなんか警察官だったっけっていう役職で出てくるんですよね。同じだったんだ。学校一緒だったんだ。シュウだったっけ。ちょっと後で確認しよう。学校内では上下関係しっかりしろって言っただろ。別にシュウはいいじゃんか。サッカー部は礼儀が厳しいんだよ。で、わざわざここに来たってことは俺に何か用か。さすが優等生、おめでとう。で、何？
新品の絵の具を貸してくれ。は？はってなるよね、そりゃ。ヒカルがいじめね。笑い事じゃないぞ。こっちの瀬名くんは本気でいじめられてんだから。それを平気で言っちゃうっていう。そりゃ失礼。おい、紫色だがいいか？ありがとう。それで犯人探しってわけか。ま、そんなところだ。で、今から実験。あれかな、絵の具がどれぐらいの長さで乾くとかそういうのを見るのかな。あ、ついてくんの？あ、美術室の先生ってずっと美術室にいるんだ。先生に許可をもらわないとな。すげえ、ちゃんと許可までもらっちゃうんだ。撮影許可的な。先生、綺麗に拭き取るので机にアクリル絵の具を塗ってもいいですか？あら、どうして？まあ、ちゃんと綺麗にしてくれるなら構わないけど。そういうことね、やっぱり。ありがとうございます。机に落書きをする机に落書きをするっていうのシュールやな、なんか。しかも真ん中の机を使うのね。使った感じ、あの時の落書きは水なしでチューブ丸々1本使ってるな。あとは乾くスピードだな。いじめられてるってヒカルが言っていたけど大丈夫なの？大丈夫です、もう慣れたんで。大丈夫なわけないだろ、殴られたりしてんだぜ。そりゃひどいな。でもどうしようもないので。そんなことないさ。え？いじめってさ、何もしなかったらそのまんまだけど、何か行動すればきっといつか状況が変わると思うんだ。そしてヒカルは今まさに君を変えようとしてくれている。だからヒカルをもっと信用してあげてくれ。お前いいやつやな。お前いいやつやな。え？なんでそのことを？どうせヒカルに振り回されてきたんだろ。聞こえてるぞ。まあとにかく俺も何かあったら力になるからさ。将来警察を目指している身としてはいじめは見過ごせないからよ。ありがとうございます。じゃあ俺はそろそろ教室に戻るよ。ああ、ありがとうな、シュー。絵の具はまた買って返すよ。おう、またな。かっけー。みんなどっち派？シュウ君？それともヒカル君？あの時の乾き具合からして落書きがされたのは俺が来てから約40分前だな。あ？あ？よし、あとは昨日の授業の絵だな。昨日の授業の絵？それが落書きと何か関係あるの？ああ、落書きを消し終えたら先生に聞いてみよう。なんだろう、緑をめっちゃ使ってる人は違うみたいな。先生のところへ行く。先生、昨日描いた授業の絵を見せてもらってもいいですか？いいわよ。ありがとうございます。これ見てなんかわかります？緑を使っている人と、なんかリンゴだけ描いている人がいますね。これで全部わかったな。置いてかれてる私と、まあ、ハヤト君も置いてかれてる。え、じゃあまさか。
ああ。落書きをした犯人が分かった。ウェーイ！落書きをしたのは誰なのか、推理に必要な情報は全て出揃った。普通ならばここから主人公が淡々と推理をしていくが、その前にぜひともプレイヤー諸君にも落書きをしたのが誰なのかを考えてもらいたい。無論いきなり推理しろと言われても無理だと答える方が多いですが、安心してくれ、安心してくれ。これ完全にヒカル君のセリフなのかな。推理に必要な情報をもう一度提示し、ポイントも説明する。考察時にメモ帳にヒントも記してある。これらをしっかりと理解できれば答えは論理的に導き出せるはずだ。しかし中にはストーリーを早く見たいという方も少なからずいるだろう。そんな方はこの後の選択肢で推理を開始しないを選んでくれ。開始しますよ、そりゃ名探偵ですから。私よくぞ挑戦してくれた。では謎解きをフェアにするためにまず注意事項を説明する。1、事件の手がかりはヒカルが記したメモ帳にあからさまな形で記されており、それらから客観的事実をもとに推理すれば犯人を導き出すことができる。2、ヒカルはハヤトが描いた絵の題材を落書きをされる前の日から知っていたこと。ヒカルはハヤトが描いた絵の題材、ああなるほど。そして美術で使用したアクリル絵の具、まだ授業で一度しか使っていないこと。落書きの第一発見者はハヤトである。4、上原や朝原の登校時間やハヤトや朝原の家の電話番号を犯人は知っていたこと。これらから人間関係で犯人を当てようとするのはおすすめしない。5、単独犯でありクラスメイトの誰かであること。6、机の落書きは計画的なものであり犯人は犯行がバレないように慎重に行動していたこと。次にヒカルが推理した手順を説明する。まずヒカルは机の落書きを見ただけでハヤトが犯人の可能性はほとんどないと推論し、ハヤトと上原の証言で朝原さんの家にいたずら電話が来ていることを明かした。そしてハヤトたちの証言クラス全員の所属している部活、学校へ来た時刻、誰と一緒に登校したのかを知った時に犯人を2人に絞り、最後に美術の絵を見て犯人を導き出した。これらはヒカルの推理した手順であり、プレイヤー諸君はどのように謎を解いていっても構わない。答えは消去法で導き出すことができるのだ。それでは運をお祈りする。ありがとうございます。落書きに机をしたのは誰か。メモ帳を見る。座席表。机の落書きについて。死ねと落書きをされていたが、犯人はなぜ落ち着いた色、緑を使ったのか。なるほど。そんな落ち着いた色の緑を使ったのか。朝練組について。朝練組が、練習前に荷物を教室に置きに行った時、全員落書きはなかったと証言した。仮に朝練組の誰かが犯人ならば犯行が可能なのは誰だろうか。犯人の行動について。落書きをした後はどこに隠れたのか、犯人の気持ちになって考えてみよう。叫び声について。予定の時間より早く着いたハヤトが教室に入ろうとした時に聞こえてきた叫び声。ではその叫び声は誰が発したのか。また男の声だったということは、電話の正体は犯人であるが、なぜ電話をしたのか。そして7時20分に電話があったということは、ここまでですね。有川くんも容疑者に入ってるんですけど。石田。あ、この朝原さんは7時20分ぐらいに電話が来て足止めされてたから、ないよね。この足立凛って誰？そして有川くんか。落ち着いた色好きそうだけどな。石田理香子。
伊原。この辺、この、こいつはさ、絶対なんか赤色とか使いそうじゃん。過激な色を。大橋ひなた。大原れな。あ、次のリストとかもあんのか。セナ、ここでセナくん、セナくん選択したらめっちゃ、え?ってなるだろうな。田中ひろき。こいつでもないんだろうな。ちょっと待って、何でわかるの? Thank you.